北海道第1区はかつて存在した衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。廃止時の定数は6。第23回第37回は定数5。現在は北海道1区、北海道2区、北海道3区、北海道4区、北海道5区に分かれている。自治体の名称は 第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙解散日、1993年6月18日、投票日、1993年7月18日当日、有権者数、180万5093人採集。 投票率 66.、66.29%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数、167万1934人。投票率 71.、71.56%第38回衆議院議員総選挙7月6日、執行当日有権者数、155万3497人。 投票率 67.、67.57%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数、148万7960人。投票率 64.、64.91%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日有権者数、137万3661人。 投票率70.47%第35回衆議院議員総選挙10月7日執行当日有権者数134万8759人投票率67.06%第34回衆議院議員総選挙12月5日執行当日有権者数127万2490人投票率 74.05%第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数、1128,968人。投票率 71.、71.67%第32回衆議院議員。総選挙12月27日執行当日。有権者数、1 2万2 0人投票率 64.、64.11%。 第31回衆議院議員総選挙1月29日執行、当日有権者数86、869 56。569人投票率 74.、74.80%。第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数、72万1521人。 投票率 64.、64.96%第29回衆議院議員。総選挙11月20日執行当日有権者数、64万2389人。投票率 66.、66.89%第28回衆議院議員補欠選挙5月16日執行当日、有権者数、人投票率 48.、48.08%第28回衆議院議員。 総選挙5月22日執行当日有権者数、59万9584人、投票率 62.、62.97%第27回衆議院議員総選挙2月27日、執行。当日有権者数、54万7797人、投票率 72.、72.56%第26回衆議院議員総選挙4月19日執行。 当日有権者数、49万6056人。投票率 69.、69.02%第25回衆議院議員。総選挙10月1日執行当日有権者数、50万1180人。投票率 67.、67.03%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日、有権者数。 42万4873人、投票率 61.、61.44%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数、39万6809人、投票率 57.、57.66%。ありがとうございます。